こんにちは、体の枝順前勝負です。今日は2023年の1月29日を5時間で過ぎちゃってますけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は、はい、51円台をつけましたね。ありがとうございます。で、チャートの方はこのように、ぐんと上がってきてますね。まあ、15分足なので、まあ、日が過ぎてからですかね。はい、1時間足で見るとここから29日ですので、昨日ですね、まあ、一瞬51円台をつけて、その後下がってきてもう一回トライしてと。で、まあ、この51円台もね、これで確実なものになってくれればいいなというところですね。はい、で日足ですと、まあ、ここでね、跳ね返ってるのが力強くガーッと来てくれてますので、まあ、いつか言ったと思うんだけど、ここが1本目、これが2本目、これが3本目の波だとすると、ここもね、結構伸びるときは伸びるんで、ガーンと行ってほしいなというところです。はい、で、他を見ますと、他も同様に上がってますね。はい、ビットコインは310万をつけましたね。はい、では、ツイッターを見ていきたいと思います。はい、シポさん、最も人気のあるプルーフオブステークプロジェクトの一つであるカルダノは、ビッグウィークの到来を目前にしていますと。いいですね、ビッグウィーク。はい、こちらで日本語訳してくださってますので、ちょっと拝借します。はい、カルダノのビッグウィークについて、カルダノコミュニティ人気アカウント ADA Whale が、今週カルダノでローンチするジェドステーブルコインとオンチェーンノンカストディアルプロトコルであるリキッドラボのメインネットでローンチで、大きな1週間になりそうだとツイートしています。ユートデイの記事で、カルダノベースの分散型取引所 DEX のミンスワップとミューズリスワップ、その他多くの分散型金融アプリは大いに注目されているジェドステーブルコインのサポートを追加する予定です。片担保のステーブルコインはカルダノの主要開発者であるインプットアウトプットと分散型プラットフォームコティが生み出したものです。ジェドステーブルコインの立ち上げは、流動性が大幅に向上するためカルダノの苦戦するデファイエコシステムに恩恵をもたらすと期待されています。話題のステーブルコインのアルゴリズムは400から800% の範囲にある担保比率に基づいています。平たく言えば、他のトークンがステーブルコインをバックアップすることになります。担保比率が 400% を下回ると、新しいジェドトークンを鋳造することは不可能になります。カルダノジェドステーブルコインはシェンというバックアップコインの助けを借りてドルペグを維持することができるでしょう。その上、オンチェーンノンカストディアルプロトコルであるリキッドラボは来週メインネットのローンチを予定しています。これは借り手と貸し手のための分散型マーケットプレイスとして機能します。はい、カルダノが今後の出来事に反応するかどうかは分かりません。この暗号通貨は現在主要なスポット取引所で 0.39 ドルで取引されており、その時価総額は135億ドルにとどまっていますと。ユートデイが報じたように、カルダノの創設者チャールズ・ホスキンソン氏は、最近大量の分散型アプリケーションがオンラインになっているとコメントしましたということでね。はい、2週間以内とか1月にとかね、まあそんな話が1月に入ってから、ありましたのでね、まあそれが今週来るよということですね。はい、変わりまして、愛知さん、ディスコードのコティのアイコンで詐欺 DM が来ていました。早期コミュニティの皆さんに感謝してエアドロップを行うとのこと。本気でディスコードサーバーを調べてみると詐欺っぽい。来週からジェドメインネット&一部の取引所でリリース予定ですが、皆さんも詐欺にお気をつけくださいということで、そうですね、まあ、送りつけられてくるのは特に気をつけないといけないですよね。で、やっぱりこれからやっぱりビットコインはじめ、いろいろまたクリプトが騒がれてくると、こういうのがいっぱい紛れ込んでくるのでね、はい、新しいことをやる、新しいアプリを触ってみる、気をつけないといけないですね。はい、その下、ヨレウォレット新バージョンベータ版の利用方法は以下のツイートより、ファンジブルトークン FT って何だろう、ごめんなさい、一括表示 NFT の画像表示、その他レイアウトの変更ということで、まあ、これからね、鎧いろいろ不具合というか不安が多いですけど、まあ、NFT が見るとまた違ってくるんじゃないかなと思いますね。はい、ゆっとさん、東半球タウンホール日本ルーム1月28日、CNFT 渋谷、プロスキル39、カタリストということで、ちょっと見てみます。はい、こちらですね。で、動画、いつも言ってますけど動画があるので、ぜひね、ご覧になってくれればいいなと思いますけど、中身ですね。ユーニャさん、CNFT パーティーイベント2月6日、あ、そう、これ渋谷のね、
いろいろミートアップありますけど、なかなかこういうミートアップはないので、ぜひね、特に NFT 興味ある方はぜひ行かれるといいんじゃないかなと思います。はい、2月6日、ちょっと空きがあるかどうかね、ちょっとこのビデオパッと見たけど、その中では分かんなかったんですけど、はい、体の界隈の方とそれ以外の方、が半々ぐらいだったと思うので、そうすると、まあ、体のがね、どん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 広まっていくと。いうことで、まあ、ユニさん、外にね、積極的に働きかけているので、素晴らしいなと思います。はい。で、次、カタリスト新サイトから提案内容、月次進捗、関与レポート、いつでも確認できますということで、まあ、これ一回お伝えしましたけど、はい。カタリストのページがね、リニューアルしたんですね。はい。なかなか見にくいし、案件を見たりするのも、探したりするのもめんどくさいとかね。やりにくいというような、意見を反映して作ってくれたようです。で、How to It Works, Get Involved, で、ファンズ。で、ここのファンズを開くと、このようにね、ファンドを1からずっと全ていけるようになっていて、で、最近、ちょっとファンド規模私やってないので、ちょっと分かりやすいファンド味でいくと、このようにね、出てきます。で、カルドノのブロックチェーン基礎の案件でいくと、このスケールアップっていうところに入っているので、ここをクリックすると、はい、こうやって、できます。で、下に行きますと、トータルでどうでした？数字ですね。はい、で、右に25点あるけど、25が通過してファンドを得たということですね。で、下の方に行くと、プロポーザル提案がこんなにいろいろありますよと。で、はい、いっぱいありますね。でも25なんで下まで行っちゃいますけども、あ、スルーしちゃいましたね。はい、あ、すみません、ここにありました。ここですね。エキシビット、ラジスブロックチェーンエキスポート。で、リードモアのところに行くと、中身が見れて、でクリックか。クリックすると、出てきます。で、何を言いたいかですね、月次レポートがここに出てきますので、はい、こちらですね、上から、今月分ですね、今月の12日に私出しました。で、その前、12月の8日に出しましたと。で、その下、11月、10月。で、これを見ると、まあ、本当にね、進捗が、ご自身で確認できるし、あの人ちゃんとやってるのかなって思われたときに、まあ、これを見て、自分の場合だと、サマリーってこう書いてあって、まあやってんだなというぐらい、まあ、分かってもらえると。で、エビデンスのところは、自分はパワーポイントの資料をつけたんですけど、この間ご紹介したのが、しぼさんのだと思いますけど、しぼさんはね、あの数字をガーッともう、本当に書き込んであって、すごい、やられてるなというのが分かります。なので、次のファンド10の時にね、本当に参考にしやすいなというふうに思いますね。最近というか、シリーズものというか、ファンド7でこれだけやって着手して、で、ファンド8でこれだけもらって、少し進めて、で、ファンド9で、もっとね、スケールするためにお金を使うと、そんな感じのがある、結構あるので、まあ、それで、じゃあ今までどうだったのと、で、安心して投票できる、逆にちょっと、まあ、今回見送ろうかなっていう判断ができると思いますので、ね、ちょっとここは、マスターしなきゃなと、私も思ってますので、皆さんもちょっと触ってみていただければと思います。はい、そして3つ目、プロスキル39、ハーさん。ハーさん、ベトナムの方なんですね。プロジェクトをより良いプラットフォームにするため、再作成中で8月までに第1段階、それ以降で第2段階を進めています。ビデオも作っていきます。ファンド10では第3段階に関して提案も提出予定ですと。個人的に韓国とベトナムのブロックチェーン交流会イベントも参加して、多くの勉強しました。日本とベトナムのイベントにも開催、イベントも開催しているですということで、まあ、この方ね、本当に日本語を勉強されてて、本当に上手な日本語で喋ってるんですけど、なんだろうな、ここに書いてあるように、日本だけじゃなくてね、他とも、もうなんかアジア全体でね、活動してるというような感じなので、すごいなと思いますね。はい、で、サッカーね、どなたでもできるんで、ぜひね、ちょっと聞きに来ていただければ、まあ、来てっていうか、私、今年入ってからまだ出てないんで、出てないっていうか、Zoom では参加してないんですけど、またファンドを実際に得ている本人でもあるので、ちゃんと出なきゃなと思いますので、はい、出ていきます。
はい、では値段に戻りまして、51.36 ですね。はい、14,012.9×51.36 で元本が10万円ですので、計算しますと、619,703円のプラスということになりまして、はい、619.7% のプラスということですね。はい、ビッグウェブがね、今週来るといいですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。